2015年1月1日、明けましておめでとうございます。今日はですね、NMB48 の、福袋、こちらに福袋というか福箱なんですけどね、こちらの販売がありましたので、できました。私は、5000円の福袋を購入いたしました。今から、開封していきたいと思います。その前にですね、この福箱を買った後、三角口をもらいまして、3等が私は当たりました。で、この生写真ですね、サイン入りの生写真をいただきました。ドクサカコノミさんのですね、サイン入りの生写真です。こちらを頂戴いたしました。公式の証にね、この後ろ側にシールが貼ってありますね。はい。こういう生写真をいただきました。ありがとうございます。では、早速本題のですね、福箱、福袋、こちらの方を開封していきたいと思います。焼き口がここですね。ちょっと2階建てになってるんですか？あ、違うか。パッキンですね。ちょっと開けていきますね。よいしょ。ですかね、新春のマグカップが入ってますね。NMB48 のマグカップ、蓋付きのカップですね。これが1つですね。で、下クリアファイルですね、新春の。新春福袋限定のクリアファイルですね。こちらの方が入ってます。タオルですね。ハンドタオル、ちょっと大判のハンドタオルとかフェイスタオルですかね。知らない。ありますね。ちょっとね、この取っ手の部分がですね、引っかかってるんで、失礼します。手をこれちょっと外した方がいいです。よいしょ。中に落とし込んでちょっと、あ、下がちょっと、
手の方を外しましたので、よいしょ、出てきましたね。中に挟まれてたのが生写真ですね。こちらと、これボールペンかな？ボールペンですかね？すいません。渡辺美雪さんですね。ミルキーのボールペンですね。で、恒例のトランプですね。NMB48 のトランプが入ってます。こういった内容ですね。全、6点ですね。6点の、品物が入ってました。まあ、目玉はね、この、三角口でいただいた、生写真と、ミルキーのこのボールペンかな？こちらが、目玉ですね。ちょっと生写真の内容についてはまだ、後ほどアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい。以上ですね。では、失礼します。